ホーム荒い馬駅は、長野県塩尻市大和座州、合戦場にある、東海旅客鉄道中央本線の駅である。駅舎に面する短式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅。互いのホームは、湖泉橋で連絡している。1.3番線を本線としており、対比線である2番線は2009年3月時点では、 下り列車一本のみが特急通過町に使用していたが、2010年3月改正で設定がなくなっている。国鉄分割免営化後に簡易委託されていたが、その後、無人化され、現在は基礎福島駅管理の無人駅である。明治42年地区の木造駅舎が残っており、待合室の部分がそのまま利用されている。出札口、荷物窓口は板打ちされている。 旧事務室は保選職員の詰め所として利用されている。統計塩尻によると近年の1日平均乗車人員は以下の通りとなっている。中仙道荒井馬宿に由来する荒井馬の集落からやや高台に登った場所に駅はある。駅前は広い広場になっているが駅前に商店等はない。曽根悟る週慣歴史で巡る。 鉄道全路線国鉄 JR5 号中央本線朝日新聞出版分冊百科編集部朝日新聞出版週刊朝日百科2009年8月9日ありがとうございます